挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。本日は月曜日ということで、買いましたジャンプ。表紙と関東カラーが良すぎて久しぶりに紙を買いました。そして一部ネーム掲載ということで貴重な回ではありましたが、全員家はぶっ壊れても芥見先生はぶっ壊れないでくださいということで、芥見先生の多忙や体調が心配です。一読者として無理しすぎないでほしいなと思っています。ということで呪術廻戦最新150話、足を含む3について考察していこうと思います。また細かく深掘りした動画も個別で出していく予定です。今年はチャンネル登録者様10万人を目指してますので、まだ未登録の方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。まずは速報です。最近上げたこれらの動画で話題にしていた、当時の死に際で恵みを抱える人物が当時か恵みママか問題について、今回の第2回キャラクター人気投票開催でのキャラ選択で恵みママということが判明しました。だとしたら、あの瞬間に奥さんと恵み、家族のことを思い浮かべてる当時って、当時ファン歓喜。まさかこんな形で集結するとはね。そして今回表紙にも1ページ目にも関東カラーにも、これでもかっていうくらい死滅回遊編校長関東カラーって書かれてるけど、まだ死滅回遊始まってないのよ。始まっていたとしてもまだ死の海の砂浜ぐらいなのよ。もうね、関東の扉への色味が最高に好みで、複製原画が欲しいです。ここだけの2人の服装は一体何なのでしょうか。今回は舞が白、牧が黒の対比になっています。以前こちらの動画でアニメ第17話で牧と舞のシーンが光と影の対比になっているということをお伝えしました。アニメでは牧が光、舞が影、ただ光と影と表現すると一見影はネガティブにも見えますが、その動画でも説明したように陰陽の考え方、光があるから影がある、逆に言ってしまうと影があるから光を感じることができる、光と影つまりどちらも必要不可欠な存在であり、牧と舞の二人で一つのような双子の関係性、そして対比をうまく表現していると。それを踏まえて今回の扉絵を見ると、呪術廻戦は基本的に暗い色が多いイメージなんですけれども、今週の関東カラーの色味は牧舞の描写に光、このようなね色味を感じることができて、今まで影に隠れることが多かった舞が白い服装を着ており、牧にとっての希望の光になったんだなと解釈しました。希望の光といいように表現しましたけど、牧が前に託された呪いは破壊、死に際の最後の言葉は呪いになる可能性。今回の第150話を見ても分かるように、確実に牧の行動に影響を与えていることが分かります。それでも立てぬ縛りへ、このね縛りの文字が重複して影になってるのいいよね。今回ジャンプの煽りで牧覚醒と書かれました。今まで牧に対する表現方法が曖昧で、覚醒って呼んでいいのかなっていう風に思っていたので、公式が明言してくれてありがたい。まずは継承が響く全員系、今回は新キャラ新情報が多く出てきましたね。まずは高青年感なるルックス、ランタ、そしてククル隊。この騒ぎは牧が親父である全員奥義を殺害したことによるもの。マキを乱心という風に表現しているので、全員家的にマキは狂ったと思われていますね。まあそりゃそうか。僕的には前回の母親がどうなったのかが気になりました。全員家的に女性の生死は気にしていないのか、あるいはまだこの後に母親が登場する流れが来るのか、全員家的にとってマキは反逆者、テロリスト扱いでしょうね。果たしてどちらが正義でどちらが悪なのか。そして現れた特徴的な前髪の立ち上がり、ククル隊隊長全員信明。今回登場したククル隊とは術式を持たない全員家男児は入隊を義務付けられており、兵の下部組織として日夜武芸を叩き込まれる。牧も高専入学前まで席を置いていた。術式という才能を持たない者はせめて武芸を磨けよという感じでしょうね。そして組谷十三の傑作、龍骨は1話でその役目を終えたかと思っていましたが、今回二刀流で現れた牧、ククル隊に一気に囲まれる。このククル隊の格好を見て思いましたが、第147話パンダだってでヤガの追って、これはですね全員家のククル隊ということになりますよね。だとしたらククル隊にあとはわしに任せて下がってよい、御意と言わせてるガクガンジの関係性やいかに。このククル隊に囲まれてる時の牧の独白ですよね。直哉のどうすんのに対してのどうしたかったんだろうな、舞のなんで一緒に落ちぶれてくれなかったのに対してのそうだな、きっとそれが私たちの正解だったんだろうな、それを牧自身も分かってるところが辛いですよね。それを分かっているからこそのごめん、ごめんな舞。
舞の最後の言葉、約束だよ、全部壊して。破壊に変わる巻に恐怖を感じた描写。この見開きに色々なものが詰め込まれている気がします。ゲトが光線を離反した時の感情や葛藤に近しいものを感じました。先日もお伝えした桃太郎側の視点から見れば、桃太郎は村を救った英雄ですが、鬼側の視点から見れば、僕のお父さんは桃太郎というやつに殺されました。視点を変えればヒーローも敵に見えてしまう。巻視点で見れば妹を殺され、妹の呪いを受け、いわば一族殺しを行った。呪術界視点から見れば、巻は御三家を破壊した呪術界の存続を脅かす存在。呪術界的に見れば悪は牧になってしまうんでしょうね。牧の今後の立ち位置が心配です。そして唐突に始まった鋼の錬金術師、錬成陣なしでこれは国家錬金術師クラスでしょうか。で登場したモヒカンじいさん長寿郎、ヘイのお出ましかと言われているので、ククル隊の上部組織に属してるみたいですね。ヘイとは高専資格条件で準1級以上の実力を認められた者たちで構成される全員家最強の術師集団だから、全員家の主要メンバーはみんな特別1級術師と書かれてるわけですね。そしてここからは貴重なネーム掲載。これ表現方法ではないかっていう意見もあったんですが、おそらく背景はアシスタント、メインのゲゲ先生の絵が間に合わなかった感じだと思います。アクタミ先生的にはやっちまったって思うかもしれませんが、呪術回戦ファンにとってはある意味今後の呪術回戦の物語においてなかなか見れない部分になると思うので、購入をお勧めします。手刀で首をかき切る牧さん、東堂の腕落としといい、呪術回戦のキャラの手刀は殺人レベルですね。そしてランタの視覚で相手を制御するような術式でしょうか。犬巻くんの呪言の格上に対しては自分が反動を受けるようなものがこの術式にもありそう。牧を制御しきれず、その反動により目から出血、痛そう。そして仁一のゴムゴムのガトリング、反動で目をやられたランタは仁一がやってくれたと思ってるけど、そこに現れたのは仁一の生首を持った舞、そのままため池に生首をポイ。新しい注意書き、ゴミはゴミ箱へ、生首はため池へ。そしてどの口が言ってんねん直也の人の心とかないんかもう特大ブーメランすぎて、もはや潔さすら感じて彼が愛される理由がよーくわかります。ヘイトは明らかな様、また光り輝く様、その筆頭である自分ナンバーワンみたいな直也君にとってはぴったりの名前じゃないでしょうか。あいつが持ってっちまったからな。ちゃんと答える巻、最高にかっこいい引きで第150話終了。ということで次回の足を含む死は直也 vs 巻になりそうですね。直也くんに激闘を広げてほしい気持ちもありますが、ここまで巻の覚醒イベントで全員家を瞬殺してきたので、あまり直也くんに粘られても巻の覚醒が薄れてしまうのでどうでしょう。ただ事後予告で全てを破壊した巻、回遊平定に向け動くと書かれてるので、遊戯王の有名な次回予告城之内シスに次ぐネタバレ予告だと話題になっており、デュエルスタンバイがトレンド入りする面白すぎる現象も起きております。単行本派の方は今週16巻発売で、直也登場のタイミングの直後に直也の訃報を聞くことになるかもしれません。そんな6月4日発売の呪術回戦16巻は初版200万部、累計発行部数5000万部を突破。そして今回ジャンプに載っていた18巻19巻グッズ付き同梱版が予約開始になるということで、6000万飛んで7000万部も時間の問題でしょうし、映画も控えてるし、本当に伝説になるんじゃないでしょうか。もうね、芥見先生には無理をなさらず完結まで走っていってほしいです。ぜひ皆様の意見や感想考察も下のコメント欄で教えてください。ということで本日の動画いかがだったでしょうか。僕のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド、第2章呪術回戦の動画、過去めちゃくちゃ上げておりますので、固定コメントに関連動画載せておきます。というわけで考察が好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高では、やめて。覚醒したマキのフィジカルギフテッドでいつも通り余裕ぶっこいて済ましていたら、先走り突っ走り長層にボコられ、乙骨にボコられ、吐いたゲロまで無駄になっちゃう。お願い死なないで直也。あんたが今ここで倒れたら全員家当主になる発言はどうなっちゃうの。減らず口はまだ残ってる。ここを耐えればマキに勝てるんだから。次回、直也シスデュエルスタンバイ。